ますラッシュオブヒューマン、イエーイ、待ってたね。いつもはライブで、もともとバンドなんですよ、ラッシュオブヒューマンって。そうなんや。いや知ってるでしょ、カズさん知ってるでしょ、散々写真撮ったじゃないですか。なんで、そうですね、アコースティックステージって言ったら、私去年のアコースティックステージ、1年前のステージに出させてもらって、その時はほんまなんか、今もそんなもん分かってはないんですけど、右も左も分かってない状態で、知り合い一人もおれへん、ドマツさんしか知らんみたいな状況で、めっちゃ怖いなみたいな。なんかこの時期って結構卒業したてやから、髪の毛金髪とか青とか多いじゃないですか。でそういう人ばっかおって、もうカツアゲされるんちゃうかみたいな。言うてる間にカツアゲされるんちゃうかみたいな気持ちもあって、まあでも1年後こうやってまた同じ場所で演奏できて、人のつながりってなんかいいなって思いますよね、っていうちょっといいことを言ってました。やりましょう。じゃあ、ワンオークの令和、夜は聴いてください。
ました。じゃあ次の曲はオリジナル曲で君に聴いてほしいっていう名前の曲なんですけど、曲的に言うと男の子がね女の子に片思いしてるっていう曲なんですけど、私が歌詞書いた時はお客さん一人一人に片思いして、できたらいいなって思ってて、一人一人に思いが伝わったらいいなって思いながらライブしてるので、歌詞とか聞きながら、あ、これもしかしたら私のことちゃうんけと思いながら聞いてほしいなと思います。そうでしょ、今日ちょっといい感じでしょ。やりましょう。一つ森が実は夢をして一人で全部踏み干すんだ。
ましたラシムヒモンでした。ありがとうございました。ラシムヒモンで。